皆さん、おはようございます。はぁ、はい、寒くなったり暑くなったりと本当にどうなってるんだ今日はですね、僕のインスタライブを見ている方は多分わかると思うんですけど、最近買った靴下を紹介していきたいなと思っております。おしゃれなね、靴下が今はあるもんだ。ナイキで靴下を買いました。その買った靴下がこちら、じゃん。この靴下を買いました。まだ履けてない、やっぱこのご時世だから外にあんま出られないじゃないですか。だからまだ履けてないんですよね。こっちは撮影の時に履いたんですけど、これもね、おしゃれだと思いませんか。もう一回履いちゃってるんであれなんですけど、いやすごい今気に入ってるんですよ、この靴下で。やっぱりおしゃれは足元からっていうじゃないですか。で、僕すごくスニーカーが好きなので、スニーカーに合った靴下が欲しいなって最近すごいこう思ってきている自分がいて、靴下でおしゃれしたいなみたいなことをすごい思うんですよ。だからこういう靴下を買ったのはいいんですが、まあ履けないという履けるタイミングがない。このピンクの靴下とかも可愛いっすよね。で、僕はこれをこうテレンコにこうやって履いて履きたいなと思ってるんですよね。左右違う色で。最近買った、コロナになる前に買ったバッシュがこちらです。じゃあこのバッシュにこの靴下を合わせて履いたりとか、あとはこの前に僕が作ったですね、もうヘアスプレー、今は公演中止になってしまったヘアスプレーの時に、稽古の時に履いてみようと思ってたんですけど、まあそれは叶わずですね。なのでこれちょっと普通に普段履きで履いてる時に、まあもうインスタグラムには上げたんですけど、これを履いて一緒に合わせて出かけたいなとかって思ったりしてるんで、思ってたんですよ。ちょっと今ね、合わせてみたいと思います。はい、まずはピンクからバッシュと合わせてみました。このスタイルでね、試合とかできたら結構いいなって思うんですけどね。はい、次は青ですね。水色と、この靴の水色部分と結構靴下が合っていて、すごいお気に入りです。でね、こうやってテレンコに履くと、ナイキのこのピンクの部分とピンクの靴下で、水色は水色で水色の部分が合っているので、すごいいいなって思いますね、これ。次はね、ヘアスプレーのスニーカーとこの靴下を合わせてみました。やっぱりね、この組み合わせ僕好きなんですよね。レンコで履くのも好きなんですけど、このヘアスプレーの色合いと靴下の色合いがマッチしてて、めちゃくちゃお気に入りです。いや、それにしてもね、すね毛がもじゃっているのはね、少々多めに見ていただけたらなと思います。はい、次はこの組み合わせです。おろしたてのソックス、ナイキのこのソックスとエアージョーダン11レトロコンコルドでございます。いやー、この組み合わせ本当にね、僕お気に入りです。こうやってね、靴下で合わせて遊んでみると、なんか面白いですよね、おしゃれって。はい、次はこの白い方ですね。新しい靴下の白い方、足首から下は黒になっていて、ちょっとつま先立ちしてみると、こうやって黒い部分がね、見えてくるんで、これもこれでね、すごいおしゃれだなと思います。僕これも結構好きです。いや、買ってよかった。はい、次はエアージョーダン1レトロハイダブルストラップに靴下を合わせてみました。真っ白なスニーカーにね、こうやって黒いポイントで靴下入れてみると、すごいおしゃれだなって僕的には思うんですが、皆さんはどう思いますか。この感じもすごい好きです、僕。はい、次は白い靴下ですね。足首から下は黒いやつですね。でもこれはね、ちょっとハイカットなので黒い部分が全く見えないんですけど、でもこれはこれで白い部分だけでもすごいこう黒い線がワンポイントになっていいなって思ってます。お気に入りです。はい、最後にこの白いスニーカーにカラフルなソックスを合わせてみました。このね、ソックスもちょっとしか見えないんですけど、ハイカットなので、でもね、これもこれで結構いいなって思います。なんかパーリーピーポーみたいな感じですよね
はい、どうでしたか。こんな感じで履いてみたんですけど、なんか靴下の彩りとか気にしたことはなかったんですけど、最近ようやくですね、遅いよっていうでも靴下でおしゃれしたいなって最近すごい思ってて、これからちょっと靴下おしゃれ男子として探っていきたいなと思いますので、皆さん何かおすすめあったらどしどしコメントの方していただけたらなって思います。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますが、皆さんもしこの動画がよろしければグッドボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。いや暑いなー、暑いんで皆さん水分補給しっかりして熱中症に気をつけて日々を過ごしていきましょう。あ、笑顔。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。